昔平成元年ぐらいに日本中でこう大ヒットしたタマっていうバンドがあったんですけど、僕はこのタマっていうバンドのものすごいファンなんですよね。未だにこのメンバーのチクさんであるとか、ベースの滝本さんであるとかのライブを見に行ったりするんですよね。まあそれぐらいタマのファンなんですけど、この一タマのファンとしてちょっと宣伝しとかないとっていうんですかね、っていう話があって、これはこのタマのメンバーの石川さんですよね。坊主頭でランニングでパーカッションの、この石川さんが昔小説っていうんですかね、本を出版していて、それはタマという船に乗っていたと、こういうタイトルの本なんですけど、これは石川さんがタマっていうバンドを結成して、こう畜さんとか柳原さんとか竹本さんとか、どういう風に出会っていて、どんな風な過程でこうタマが売れてヒットして紅白歌合戦に出てとか、そういうようなこうサクセスストーリーみたいな話というか、実話っていうんですかね、石川さんの経験した話なんですけど、これが小説としてこう出版されていたんですよね。で、この話を原作とした漫画がどうやら双葉社っていうところから出版されるぞと。で、現在ネット上で途中まで第12話まで公開されてるんですよ、無料で。だからこれはちょっと、これ読んで僕はすごくファンなので、めちゃくちゃ面白いんですよ。まだタマが結成されるかされないかぐらいのところまでしか無料では読めないんですけど、これはまあタマのファンだったらこの情報はもうすでに知っているかもしれないんですけど、まあ一応僕もファンなので、こういう情報がありますよっていうことをちょっと伝えたいなと思って動画にしました。このタマが僕はその何がいいのかっていうことをやっぱり考えると、もういろんな面でいいんですけど、とにかく日本的な感じがあるんですよね。これがアメリカから出てきたとか、フランスから出てきたとか、イギリスから出てきたっていう感じがしないんですよ。日本から出てきたな、これはっていう感じがするんですよね。この点がまずすごく僕は感動的なところというか、で、万人受けするような音楽でもないんですよ、実質。僕はもうタマの出してる曲っていうのはほぼ全部名曲だと思ってるんですけど、ヒットした曲っていうのはさよなら人類っていう柳原さんの曲なんですよね。この曲はすごくヒットする理由もわかるし、ヒット性がある曲だと思うんですけど、ほとんどのタマの曲っていうのはそんなにヒットするような感じの曲じゃないんですよ。もうすごくいい曲であることは確かなんですけど、そんな音楽性じゃないんですよね。万人に受けるっていうんですかね、スーパーヒットするみたいな世界観じゃないんですよ。なのにヒットはしたんですよね。こう一発屋かもしれないんですけど、これも珍しいんですよね。こういう音楽性でヒットしたことがあるっていう、このアングラな独特な音楽性の音楽をやってるミュージシャンっていうのはめちゃくちゃいるんですよ。で、各々が多分すごくいい音楽をされてると思うんですけど、ヒットしないんですよね、そういうのって。普通はこれがヒットしたっていうところもすごく奇跡的で、こう興味深いというか面白いんですよね。だからなんていうんですかね、日本に恥じないっていう感じなんですよね。そのタマの音楽性を好きじゃない人もいっぱいいるとは思うんですけど、なんていうか、僕はこれ日本独特でしょっていう感じがするんですよね。なのに音楽性としてもものすごく僕は高いと思うんですよ。まあ、飽きないし、で、やっぱないんですよね。唯一無二というか、こんな感じの音楽であったり、こう、いでたちであったりとか、世界観であったりとか、すべてが独特なんですよ。しかも、僕にとってはものすごく刺さるっていうんですかね。めちゃくちゃこれ好きやわって思えるっていうんですかね、っていうバンドなんですよね。まあだからファンなんですけど、で、だから僕はこの漫画が
まあ、ネット上で読めるんですけど、やっぱり単行本として出版して、それを買いたいですよね。持っときたいっていうんですかね。これなかなかないんですよね、こう。音楽とかでも、こう、CD として持っときたいと。そういう、音楽って最近全然ないんですけど、こう、漫画もそうなんですよね。単行本として持っときたいと。なるような、漫画ってそうそうないんですよ。でもこのタマンの場合は僕はファンなので これは単行本として持っておかないとっていうことですよね。まあ、そういう、この漫画自体が、漫画のタッチ自体が、藤子不二雄風っていうんですかね。藤子不二雄 A 先生風というか、その点も、いい感じなんですよね。この漫画としても。だから、こう、続きが早く見たいなって思うんですけど、もう単行本を買うつもりなので、ゴールが決まってるので、こう、完結してから単行本は買おうかなって僕は思いました。タマという船に乗っていたという、を原作とした漫画が、こう、今、制作されていますよっていう、そういうお知らせの話でした。以上、芸術を僕は過ごしてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。